はい、ではこれから神明がこの文献について紹介します。はい、でこれが文献の情報になってます。はい、一応 EMNLP の2017年の論文です。はい、でアブストラクトなんですけど、センチメントアナリシスと、あとエモーションアナリシスと、あと皮肉 の分類における、8つのベンチマークでステートオブジアと達成しているっていうような内容で、感情ラベルの多様性が以前のディサントバビジョンよりも のアプローチよりもパフォーマンスの向上をもたらすことを確認しているっていうようなものです。はい、でイントロアクションなんですけど、皆さんご存知の通り、NLP のタスクではアノテーション済み、特にセンチメントアナリシスとかの分野ではその感情が付与されたデータっていうものが結構少ないっていう現状があって、すいません、で今までのディスタンススーパービジョンを用いる方法でステートオブジアと達成している研究があるっていうようなものになってますと。で一応以前なんか質問出た気がしたので、分かりやすいものというか現状の論文を添付しといたので、知りたければこちらを参照してください。で先行研究としてエクマンとかプルシックなどの感情 の理論を用いて手作業によってその感情を分類するっていう研究が結構主流となってて、でもこの分類だと感情の理解が難しかったりとか、時間がかかるっていうことで僕の研究ちょっとディスられてるなっていう感じはしたんですけど、でオフィシャル絵文字テーブルっていうものから単語のエンベディングを取得する方法、絵文字の多様的な使われ方を考慮してないっていう問題がありますと。でマルチタスク学習っていう方法もあるんですけど、データストレージの観点から容量が増大してしまってあまり良くないっていう問題がありますと。で次に、モデル実際に今回の研究でやったプレトレインのところなんですけど、2013年の1月から2017年6月までの、ツイートのデータを用いて、これ文字が入ってるデータなんですけどを使って実験をしてますと。でイングリッシュ の英語のツイートだけで URL を除いたものでプレトレインしてますと。で、全ての単語についてそれぞれでトークン化してるっていうような形になってます。はい、でこれが提案してるモデルで、ディープ文字っていうものなんですけど、最初に、テキストがあってエンビディングして、バイ LSTM2 つかませてアテンションでソフトマックスっていうような流れになってます。はい、でこっちが転移学習のところでこの新しく手法を提案してましてすいません。で、これの内容についてはあの詳しくは論文の方読んでいただけたらと思うんですけど、以前の文献紹介で説明したフリーズさせるとかフリーズさせないとかそういった感じの内容になってます。で、絵文字プレディクションということで結果の部分になるんですけど、512次元の時と、1024の時をこう比較して、1024の時の方が結果が上がってるっていうことになっていて、でこの結果から LSTM の層が非常に重要だっていうことが言われてました。で次にベンチマークのテストなんですけど、8つのベンチマークで、3つのタスクで5つのドメインについて実験をしているというようなものになっていて、一応これが使ったそのベンチマークのデータになってます。で次にこれが結果になっていて、で、この赤色のところに注目してほしいんですけど、他の手法に比べて今回提案するトランスファーラーニングの手法がスコアが一番高いっていうような結果になっていて、なので今回提案しているこの手法については有効だろうというようなことが言われてました。はい、次に考察の部分なんですけど、絵文字の多様性のところで、これが結果となっていて、ポスネグ、あ、ポス、あ、ポジティブとあとネガティブのその絵文字と、ディープ文字というもので、このポジティブとネガティブの絵文字については8タイプで、ディープ文字については64タイプとなってますと。
のスコアを見る限りその感情ラベル64タイプの方がスコアが高いのでその感情ラベルの多様性が重要だと言われてました。で、まあ、その64種類の、まあ、絵文字の、まあ、細かいニュアンスを学習できているっていうのがこれでこれから階層クラスタリングしたものでちょっと絵文字 の種類というか内容が見にくいかと思うので詳しく論文の方に全部載ってたのでそっちを見ていただけたらと思います。はい、次にモデルアーキテクチャということでモデルについての考察の部分なんですけどプレートレイン時点は差がないんですがベンチマークの時点でアテンションあり要はディープ文字の方がスコアが高いっていうような結果になっていてでこれは低層特徴へのアクセスが、まあ、容易というか担保できていて勾配消失がなく学習が可能っていうところからスコアが高くなっているんじゃないかというふうに言われてました。はい、で、次に、まあ、アナライジングエフェクトプレトレインということで、まあ、結果のところを見ていただけたら分かるんですけどプレトレインとあと今回提案する手法を合わせて用いることで語彙が増加してワードカバレッジが改善したというような内容になってます。はい、で次に人が実際にこの評価したものと今回の手法を比べたっていうような結果になっていてその赤色の上の方が人が評価した結果 で下が今回のもので評価した結果なんですけど、まあ、人が 76.1% 程度で、まあ、ディープ文字が 82.4% ということでディープ文字の方がなんか精度が高いっていうような形に結果がなってましたと。はい、で最後に、まあ、コンクルージョンということで、まあ、センチメントアナリシスあとエモーションアナリシスとあと皮肉のその分類における、まあ、8つのベンチマークでステートオブジェクト達成しているというようなもので、まあ、感情ラベルの多様性が以前のアプローチよりも、まあ、パフォーマンスの向上をもたらすことを確認していますと。で、プレートリン済みモデルを一応なんか公開しているという情報が書いてあってでこれがですね、一応デモサイトがあったので載せておきましたという形で以上で終わります。